はい、こんにちは。今回はマイク・タイソンが恐れたボクサーとリスペクトしたボクサーを紹介いたします。全盛期のマイク・タイソンは爆発的な破壊力を持ったボクサーで KO の山を築きました。身長は178センチと小柄なので、相手のパンチをガードに頼らず、ボディーワークでかわす鉄壁の防御技術をカス玉との下で徹底的に練習しました。体操の試合で圧巻だったのは、マイケル・スピンクスとの全勝対決の一戦です。マイケル・スピンクスはライトヘビー級では WBA、WBC、IBF の3団体の統一王者で、ヘビー級に上げても7年もの長期政権を築いたラリー・ホームズを破って IBF 世界王者になったのです。しかし、全勝の2階級王者ですら全盛期のタイソンの前ではあまりにも無力でした。マイケル・スピンクスを91秒で KO したタイソンは、離婚や暴力事件、そして亡くなったカスラマトが残したチームタイソンを解散し、イギリス人の間で圧倒的人気を誇るフランク・ブルーノと戦いました。ブルーノ。35戦全勝 31KO のタイソンと、32勝 31KO2 敗のブルーノの一戦は、お互い初回から激しくパンチを交換し、タイソンが早くもダウンを奪いました。ダウンを奪ったタイソンはさらに襲いかかりますが、ブルーノは今までの対戦相手と違い、タイソンを恐れずに打ち合い、重いパンチで反撃しました。迎えた第5ラウンド、タイソンが強いコンビネーションパンチでブルーノをロープに詰め、アッパーやフックを叩き込んだところ、ブルーノは強烈な左アッパーで反撃しましたが、タイソンの破壊力は尋常ではなく、右アッパーの3連打から左フックを浴びせた時、リチャード・スティールがブルーノを救い出しました。レーザーの身を持つドノバン・ラドックは、切れ味鋭いスマッシュで KO の山を築きました。スマッシュという一撃必殺のパンチを引っ提げたラドックは、タイソンの前に立ちはだかりました。そしてラドックはタイソンとの試合前、自信満々に言い放ちました。俺は奴の攻撃を恐れはしない。奴が入ってくれば俺のパンチが火を吹く。奴が試合から逃げないことを祈るばかりだ。タイソンとラドックの強烈なパンチを持つ2人のハードパンチャーがノンタイトルでぶつかりました。ダグラスにまさかの KO 負けを喫したタイソンですが、パワーは未だ健在で、初回からラドック相手に飛び込んでいきます。ラドックのスマッシュは、初めの一歩という漫画の中で千堂武が使っているパンチなのですが、
208センチのリーチがしなり、強烈な破壊力なのです。ヤドクが勢いに乗ってきましたが、7ラウンドにタイソンは左右のフックで逆襲し、力ずくで激闘に終止符を打ちました。早すぎたレフリーストップが物議を呼び、ラドックとタイソンは3ヶ月後に再び相まみえ、序盤から激しく打ち合いました。タイソンは第2ラウンドと第4ラウンドにダウンを奪い、優位に試合を進めましたが、ラドックも中盤から反撃に転じ、左スマッシュや右の打ち下ろしなど破壊力のあるパンチを繰り出し、タイソンを圧倒するシーンがたびたび出てまいりました。ラドックは盛り返しましたが、タイソンが鋭いコンビネーションパンチでポイントを抑えていき、ポイントでは勝ち目がないラドックはスマッシュを連発し、タイソンを倒そうと必殺パンチを連発しましたが、50センチを超える首回りを誇るタイソンはやはり頑丈で、多くのヘビー級ボクサーをなぎ倒したスマッシュを耐え抜き、試合は終盤へ差し掛かりました。強打の怪物同士の戦いは、お互い KO パンチが炸裂しても意地で耐え、タイソンの鼓膜は破れ、ラドックの顎も砕かれましたが、 KO 決着必至のこの激闘は信じられないことに判定決着となりました。ラドックを破ったタイソンは刑務所に服役したためブランクを作りましたが、リングに戻り、1996年3月 WBC 世界ヘビー級王者フランク・ブルーノに挑みました。世界97の国で放送された7年ぶりの対決は、またしても初回から火花を散らし、激しい試合となりました。4年以上ブランクを作ったタイソンは、復帰後3戦目にして世界王座に挑戦しましたが、全盛期のタイソンには程遠く、ボクシングというより殴り合いに終始しました。しかしそれでもタイソンは圧倒的に強く、迎えた第3ラウンド、左右のフックに強烈なアッパーを加えたコンビネーションパンチを放つと、王者ブルーノは崩れ、レフリーが激闘に終止符を打ちました。